みっけふかおちいらい。ちょ、ラプちゃんに恥ずかしい話をバラされていたという話でもしようかな。ちょい前にね、ラプちゃんとちょこっとご飯を食べたんですよ。前に、すっごい前にラプちゃんと一緒に お買い物行って、お買い物行った時に洋服を買ったっていう話をねしたと思うんだよ。それその時に買った洋服が春物だったから、春のうちにそろそろね、あの暑くなっちゃうなと思って、せっかく一緒に買ったから着てるとこ見せたいなと思って、試着とかもしなかったからね、その時に、あ、ちょうどいいと思って着てたわけよ。普通じゃない？普通じゃない？ラプちゃんに、あ、これね、あの覚えてる？って、ね、ラプちゃんと前に買った服だよって言って、見て見てって見せたら、なんかはぁーってはぁはぁお前彼女かみたいな言われて、はぁ彼女やん、え普通じゃない？みたいな、彼女じゃなくない？友達とさ一緒に買ったりしたらさ、次着てったりしない？見せたくなるよね、彼女ムーブ。えってことはママーテはコヨの彼女ってこと？そう、ママーテもあのコヨがね、なんか誕生日とか母の日とかにお洋服買ってあげることがちょこちょこあったんだけど、買ってプレゼントすると、今日はコヨと出かける日だからこれ着たよみたいな、ママーテと出かけるときに着ていきたいなって思うから、だからいつもそうなんだよね。普段からそういうムーブをしてるんで、それ彼女ムーブなんかってなって、めちゃめちゃからかわれたんだよ。ナプちゃんも照れ隠ししとる、照れ隠しなのかな、どうなんだろう。はいと思ってんのかよ、かわいいじゃねえか。でもなんかね、あの喜んでるっぽい感じはあったから、ほなええかってなったんだけど、こやもなんか彼女かよって言われてさ、ちょっと照れたよね。てーてー、あ、みんながてーてーってなるなら、じゃあよかったかな。